はい、皆さんこんにちは、ベータです。今回は僕を知ってくれてる皆さんなら、大体、知ってるかなって思うんですけど、僕 DK じゃねえか、ワリオ鉱山のタイムが謎にちょっと速くて、ここだけなんですけどね、本当に結構ここ頑張って詰めてランカーまで行ったんですけど、150も結構こんな感じにいいですね、行ってと思うんですよ。でそこで今回の実況はもう鉱山カスタムでねやっていこうと思います。鉱山労働者ということで、もう鉱山労働者ならもう野良だろうとね、なんだろうとこのカスタム使いこなせるんじゃないかということで、でミーでやっていこうと思います。スピードバッチバチに速いんで、もうこれはもうね負けないと思います。多分このスピードでも割る花を何のその、というわけで1レース目やっていこうと思います。はい、というわけで1レース目はヨッシーバレーということで、皆さん知ってますか？ヨッシーバレーは昔スプラバギーローラータイヤっていう、ね、時代があったんですよ。というわけなんで、これもタイヤリングタイヤに変わっただけなんで、これいけますよ。いきましょう。ベータちゃんミーでいきますよ。ベータちゃんミーめちゃくちゃ可愛いんで、この可愛さ圧倒していきましょう。ワルハナは多分悪い字もない、もう可愛いんで、もう可愛すぎて1位を譲ってくれるんじゃないかと思いますよ。ターボ値ゴミかすぎますね、リングタイヤ。赤い位置を引いて、これボックス前で投げようと思いましたけど、ここにルート行ってるんで、彼が。ちょうどこれで1位行きましたね。これを華麗にかわして、反射来たら怖いんですけど、多分大丈夫ですよ。もう多分僕の、マシンには磁石がくっついてますね、緑あのコーラには。とりあえず彼にスナイプを決めて、ちょっとこれコイン取りに行きます、さすがに。コインがなさすぎるんで。持ってすらいないのに、焼却されましたね。これでコインを取って、行きましょう。こうやってダブル取りましょう。今2位ですね。で、後ろ赤コーラとかいないんで、これちょっとここのコイン取りに行きましょう。で、ここで、ダブルを割って、赤にです、2位ですね。こいつはテロリストで回避するも、私はまだ2つ持っていますよ。あ、トゲ来てますね。このトゲは、多分、彼に当たりますね。後ろちょっとまずいもん持ってませんか。ちょっとこの彼抜かして、彼を盾にしますよ。ちょっとあの危険なものが見えてしまったので、あれから何としてでも逃げないとまずいです。いや、ちょっと光って回避してる悪いがいますね。いや、ターボたまんなすぎますね、これ。キューって人がやってきました。やばいですね。彼を抜かせ、スピードで抜かすんだ、スプラバギ。オッケー、スプラバギ最強ですよ。後ろは蔵ですね。これテロリスト持ってるんで、テロリストこの辺にぶん投げといて、こう、キラーに浮かされてしまいましたね。うわー、鉱山労働者はちょっとミサイル労働者には勝てなかったようです。いやー、でもいいですよ。スプラバギーいいですね。じゃあ2レース目に行きましょう。はい、というわけで2レース目はリボンロードですね。ここはちょっとやばいんじゃないでしょうかね。リボンロード苦手なんで、しかもこのカスタムで来てしまったので、ちょっとこれミスが多発しそうですけど、頑張りましょう。とりあえずもうミリターはたまんないので、貯めるということは考えずにいきましょう。貯めることを考えてしまったらもうこのカスタム負けですよ。というわけでこのように直線的な走りをしていきましょう。ダブルは笑えてしまう。うわー、これ加速めっちゃ遅いんで、被弾がね痛いんですよね。なんで被弾はできるだけ避けたいんですけど、さっきのさすがにかわせませんでした。やばいやばいやばい、おー、危ないけどアイテムが取れなかった。いやー、 NY はさすがにきついですね。コインを取って、できる限り最高速上げながら行きましょう。後ろあれスターですね。スター持ってるんで、あのスターの突っ込みに気をつけながら行きましょう。これキノコ出たんでショートカットしちゃいましょう。
パック君展開しますね。これも一気に1点交換しましょう。ミドさん、おっと、腐る。うわ、当たってないか。あ、ミドさん持ってる。ちょっとあのミドさん怖いんで、アウト行こうとしたら彼もアウト来ましたね。ちょっと、スプラバギーの弱みを彼は知っているのか。あれ、スプラバギーもさですね。いやー、やられましたね、彼の戦略には。しかし僕はそれだけじゃくっつきませんよ。というショートカット、いや、あれ赤持ってんな。一気に回収しちゃいましょう、このゴールドマリオ。彼ハングオンですね。ハングオンでいいですね。彼と頑張ってこれワンツー取りたいですね。いやー、赤飛んできたか。赤さんか、あれやばいな。フラ出ましたね。フラはあれ、ちょっと待ってくださいね。赤が来たと思ってたけど、とりあえずこの辺でもう使ってダブル取って、おっとキノコありますよ。ほらほら、スピードの力で勝った。スプラバギー最強ですよ。もう割る花も何度、そのスプラバギーこそ最強です。やりましたね。はい、というわけでも3レース目に行きましょう。スプラバギー最強ですね。というわけで3レース目はサンシャイン空港ってことで、ここはちょっとこのパワーボッチではきつそうですけど、頑張っていきましょう。スピードが速いんで、本当にそれをね、生かして戦いましょう。あは、スタダミスっちゃった。いや、まあ、そりゃ付き物です。いや、押されますね。一応重さは4あるんですけどね。で、木の位置出たんで、いやー、それはちょっとまずい。あー、ブレーキかけたけど。これダブル割りに行きましょう。さすがにこれはダブル割って、パーもたまんない。これコイン取りましょう。で、ここもコイン復活するはずなんで、取って、行きましょう。ここ、キノコ使って一気に前行って、空中のハンドリング性能もやばいんで、調子乗って7ぐらい出せると知ります。というわけでこのようにいい感じにいって、いや、アイテム残ってないか。これキノコ出たんでショートカットしちゃいましょう。おっと、やばい。なんとか被弾を避けてショートカットして5位に出ました。あの緑位置が怖いので、ちょっとライン、うわー、やばいよ、持ってます。いやー、ちょっと後ろに気を取られてたら、前から、あー、やばいやばい。いやー、ちょっとカオスですね。これはさすがに、いや、ダブル、わー、やばいです、ちょっと。ダブル欲しい。ナイス。で、コイン取りましょう。キンキのキノさんか。これはもうブッパできましょう。というわけで、ブッパして、ここで消費して、いやー、アイテム取れないっすね。これはもうショートカットに使いましょう。なんも攻撃アイテムはないかな。で、ラインの確認したので、であのゴリラが赤い位置持ってるのは見えたんですけど、ブレーキをかけるのが遅かった。いやー、ちょっとこれまずいですね。いけるか、これ。ここで、まあ、ダブル取りに行ってたらなんか遅くなりそうなんで、に行って、キノさん、これも、空中でキノコ使って、ここでキノコ使ってショートカットして、なんか周囲に食い込め。いやー、風捉えたか。6位ですね。いや、全然いいですよ。マイナス7ですけどね。というわけで、最終レース行きましょう。最終レースは、ね、G-Force で行きましょう。200cc カスタムで行きます。はい、というわけで、4レース目は GBA マリオサーキットってことで、これは昔、リーフタイヤ、G-Force の時代があったんで、まあタイヤちょっと使いづらくはなってますけど、そこそこいい感じでいけるんじゃないでしょうか。頑張っていきましょう。打開はできないので、前に行っています。というわけで、直線の時点でなんか悪花よりスピード感がありますね。はい、これ構えて、食わして、後ろ赤は持ってないですね。キノコか。キノコはちょっとショートカットされちゃいますけど、ダブル割りますよ。はい、クラ出ましたね。ほら、ここで、うわー、テロリストテロリストには勝てなかったようです。だけどもこれ赤使っちゃいましょう。いや、使った瞬間後ろが飛んでくるなんて、そんな悲しいことしないでよ。これ
アイテム取って、キノさんいいですね、コインが欲しい。いやー、ラインがついた。後ろスターです。スーパーたまんねー。これはショートカットしましょう。あのスターちょっと怖いんで、これいけるか。いやいや、ちょっと待ってください、やばいですよ。あのショートカットしようとしたらもう完全にミスっちゃいましたね。だけどこのコースはね、もうラップ3でもどうにかなるんで、きっとどうにかなります。きっとキラーのロングキラーとか分かんないんで、もう適当にぶっ刺します。これでなんとか上位までいけないか。キノさんナイス。大丈夫か。お、5位まで来ましたね。もうこんなボロクソプレイで5位まで来たんで、まあもう僕は多分鉱山重労働者としていいんじゃないでしょうか。2レース1位取れたんでね。はい、というわけで今回はこの辺で終わりにしたいと思います。皆さんも使いますよ、スプラバギー。というわけでご視聴ありがとうございました。